三崎浄水場は山形県山形市にある浄水場。山形市上下水道部が管理。昭和40年代の高度経済成長期における水需要の伸びに対応するため、浄水道第三次拡張事業の主要事業として工事が進められ、1971年に給水を開始。減水の最上川で取水し、三崎浄水場に送り浄水処理をし、山形市内に ポンプ圧送方式で給水している。薬品混合層を兼ねた分集合位地値、高速業種沈電池4池急速露化値12地を要する。給水先は山形市内の北部、西部で市内の約33%へ給水している。1971年、前述した水需要に応えるべく、三崎浄水場での給水が開始した。 給水までの工事を第一期とし、その後の1975年の第二期工事を経て完成した。1970年に制定された水質を濁防止法に伴い、浄水運転の過程で生ずるおでの処理施設として、1977年に排水処理施設を建設した。運転は民間会社に委託して稼働させていた。その後、1996年度より、 設備更新の検討し、1998年度に高効率、省エネルギー型の長時間型高圧脱水方式の排水処理施設に更新した。三崎上水場で浄水される水は当初より利用する市民からまずいという声が寄せられていた。特に夏の時期の水の味に対しての意見が多く、これに対し管理する山形市上下水道部は水温の高さを理由とし、 水を冷やして引用するように呼びかけた。しかし、時代が進むにつれ、美味しい水のブームや浄水器の普及、厚生省によるフレッシュ水道計画などによって、水に対する関心が増し、これを受け1993年に山形市フレッシュ水道整備事業基本計画を策定し、高度浄水施設の整備を計画。1995年度に国庫補助事業として、 工事を着工し、1997年3月に、粒浄化姿生炭方式による、高度浄水施設が完成した。総事業費は、国庫補助金及び一般会計出資金を含み26億円。高度浄水施設の1日の処理水量は6万、立方メートルである。2018年、山形市が三崎浄水場の長寿命化計画を進めていることを発表した。 三崎上水場の減水の水は高濁度で、降水量の他に、雪解け水の影響が大きいとされる。また、鉄、マンガンが高く、N、P の栄養塩濃度も高く、藻類が多い。ジェオスミンによるカビ臭もあるとされ、これらが課題に挙げられている。ありがとうございます。